本殿香取神社は、埼玉県佐手市、大浅市も川崎454に所在する神社である。この香取神社の立地している大浅市も川崎は、中世の時代に、下宇佐国葛鹿郡に属していたため、同国域の総鎮守である香取神社が祀られてきた。1913年4月5日に、天神社、香取神社、日枝神社が行使されている。 例祭は10月1日となっている。この香取神社では、行事として、石投げ踊りという盆踊りが行われており、去手市の市指定無形民族文化財となっている。石投げ踊りのほか、流し、他の草踊りと称するものがあり、それぞれにお囃子と歌とがある。今日においても、この香取神社の西側に隣接している、安楽院にて、石投げ踊りの行事が取り行われている。 石投げ踊りは石を投げるような動作があることから、この名が付き、他の草踊りは田んぼの草を取るような動作があることからこの名が付けられたとされている。また、大和雑誌も川崎には、この香取神社のほか、同地区の南部にも香取神社が所在している。境内施設として本殿、鳥居、案内板、長寿社、狛犬一致体、灯籠、境内社、 さってしして無形民族文化財石投げ踊りと記された、氷柱、青年混合、高新島と掘られた石碑、高新者と掘られた石碑、平津出身社と掘られた石碑、大地域の地と掘られた石碑、九大人と掘られた石碑、ブランコ、鉄棒、滑り台、ベンチ、防火水槽、イチョウの木、ヒノキの木、桜の木、椿、木、 坂木の木、笹竹、龍の髭などである。新田香取神社は埼玉県札幌市、大浅市も川崎664の位置に所在する神社である。この新田香取神社は蒸気街溶接の香取神社が古くから集落内に所在していたのに対し、こちらは大浅市も川崎南部の水田などの高地の中に所在してきた。長らくそのような環境下にあったが、 近年では宅地化の影響を受け、周辺の農地は徐々に市街化の様相を見せるようになってきている。境内施設として本殿、鳥居、長図社、地蔵村、力石、稲荷大明神と掘られた石碑、イチョウの木、桜の木、水仙などである。ありがとうございます。